皆さんご視聴ありがとうございます、最近寒くなってきましたね。皆さん体調お気をつけください。雪もね、新潟はちらちら降ってきてます。今日はですね、何の投稿かというとダナーフィールドの、お話なんですが、以前にダナーフィールドの投稿した時にコメントでいただいたんですが、一番知りたかったのはサイズ感です。確かにと思ったんで、今回、8ヶ月使用してその使用感だったりとか、サイズ感のお話中心にできればいいかなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。最後までご視聴お願いします。それでは行ってみましょう。まずは、知らない方もダナーフィールド知らない方もいると思うので、ダナーフィールドの話をしますと、説明をしますと、ダナーライトのなんていうんですか、長所を継承したコスパ良すぎのエントリーモデルのマウンテンブーツで、街でも履けるトレッキングシューズで人気を博しています。なんとですね、ダナーといえばダナーライトなんですが、ダナーライトの半額で購入できるダナーフィールド、めちゃくちゃ人気で、まあ、僕も買ってしまったんですが、まあ、ちょっとこれ以上詳しいことはこちらの動画で、説明してますので見てください。そしてですね、次サイズ感なんですが、僕普段ナイキのスニーカーなんかを買うときはだいたい 27.5 なんですが、ダナーフィールドも他のダナー製品に比べると少し小さめのイメージで購入すると間違いないというのを言いました。で、僕はナイキで 27.5 を履くんですが、ダナーフィールドでは 27.0 をチョイスしましたので、ぜひ参考にしてみてください。そして使用感なんですが、8ヶ月間キャンプにトレッキングに普段履きと、ガシガシ使ってきたんですが、まあ、特に、へたれたりとか問題はなく、まあ、もちろん汚れたらミンクオイルなんか塗って手入れはしてますが、でもそんなに気を使うことなく使って、すごくまだ全然見新しい感じ、オープニングに出てたんですが、そんな感じになっております。でですね、あと普通のブーツって皆さん多分経験あるかもしれないんですが、買いたてのブーツって革が硬くて足痛めたり痛くなったりするんですよね、1日履いてると。それを何年もミンクオイルでこう磨いて、こう柔らかくして、何年か後にすごく使いやすくなるっていうのは普通だと思うんですが、ダナーフィールドに関しては革なじみが非常に最初から良くて、足も全然痛くなりませんし、本当にその辺はびっくりしてます。はい、そんな感じで、今日はダナーフィールドのサイズ感、使用感を中心にお話ししたんですが、結構これはね、好みとか足のサイズとか個人差がありますので、ぜひ実店舗に行っていただいて試着した方が、試履きした方がいいと思いますので、ぜひお試しに行ってみた方がいいかなと思います。はい、あくまで僕のこの今日のサイズ感は参考程度に、見ていただければ一番いいかなと思います。今日の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録していただけるとめっちゃ嬉しいですので、よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。